皆様ごきげんよう。今日なんですけど、この間ブレイキングアウト6点後の会場でね、はい、朝倉会に信原君とどうしてもコラボしてくれみたいな、そんなお願いをしてきたので、今日コラボしようかなと思います。ありがとうございます。まあ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 、崩していいよ。あ、ありがとうございます。礼儀正しいよね。いや、本当に。まあ、会がその、古文みたいにしたから。古文なのかはちょっとわかんないですけど。なんていうのか、その、ね。弟子でしょ。弟子っていうのは。はい。なんか、俺的にはあんま絡んでなかったんですけど、一回読んだことあるよね。あ、はい。なんか流れで。はい。まあ、絵画見てるんで、あんまりその、詳しくはないんですけど、ちょっと対談して、はい、まあ、すごい強くなってるっていうことなんで、あ、まあ、スパーリングもできたらと、はい、思います。ありがとうございます。今何歳なの？僕は、今月で12月で23になりました。あ、若いんだ。うん。だからこそ、もう上を狙っていこうみたいなね。はい。そんな感じになってるもんね。はい。もうゆくゆくなんかそのライジンでも出たいみたいな考え。あ、そうですね。その自分はどこまで行けるかっていうのは明確ではないんですけど、うん、行くなら世界とか行きたいです。ライジンで世界のファイターになってます。ってことは何も総合の練習をしてないことです。そうです、はい。あ、そうなんだ。どう、手応え的には。いや、まだ昨日初めて柔術やったんですけど、うん、まだ全然つかめなくて、何年もかけてちょっと基礎をちゃんと勉強していけたらなと思います。でも腰が強いんでしょ。樋口くんが言ってたじゃん、思っちゃった時。ああ。で、普段取られる練習で。取られます。はい。ああ、そうなんだ。はい。まあ、しょうがないよね。みんな強いからね、フィジカル。はい。強いです。でも、キックボクシングとか打撃に自信があるし、もう。いや、キックボクシングとかも、そのブレイキングダウン出るのに、ちょろちょろっと練習行って、で、本格的にやったのが、9月解散の時に行かさせてもらってから、それは本格的にやりだして、まだ全然来そう。樋口くんに勝ってる時点、すごいけどね。化け物よ。確かに。早もよく言ってるけど。ポテンシャルがすごいんだろう。もともと運動とかやってたの？いや、何もやってない。やってない。はい。でも喧嘩とかやったりはしてる。そうですね、喧嘩はちょくちょくはやってましたけど、現場仕事とか、うん、親父方の家系がそのレスリングだったり剣道だったり、なんか体がごつくてみんな、ごついもんね、なんか骨太いよね。そうです、うん、何キロあんねん体重今。75キロ。あ、じゃあフェザー級か。フェザー級か。俺と一緒の階級や。身長は？身長173。バンタムでもいい身長だね。骨格太いから多分落とせないだろうな、61は。66だね。すごいな、でも23って言ったら遅咲きだもんな。23から始めますなんてね。うーん、実際よくさ、格闘技系のなんか質問してくる人いるけど、ファンで、うん、20何歳からで、ね、始めて遅くないですかって、うん、そういう人の希望になりそうだよね。あ、確かに。23から始めて30とか前にライジングチャンピオンとかね、なったりしたもんだな。でも信原くんのなんか最初のオーディションの印象って、はい、すげえなんかいろんな人を騙してなんか借金まみれみたいなそんなこと言ってたじゃん。そうですね、はい。だからなんか礼儀正しい感じの今のね感じとなんかだいぶ違ったから、あれは何作って言ってたの？いや、騙してとかじゃなくて、僕のその解体屋の社長が言ってたんですけど、うん、その時18で俺こんだけ仕事できるのにっていうあれで、うん、そのクレジットカードを渡されてて、燃料カードとか燃料入れるのに機械とか、その時にその自分のガソリン入れたりとか、うん、ちょっと挑発して喧嘩になった時にもうやめるって言った時に俺は元取るとか言って100万ぐらい使って、ああ、それか。で、あとは借金はそうですね、事故とか保険、無保険で事故したりとか、そういうの、はい、じゃそこまで崩れるのではなかったか。いい感じの子だもんね、見てるとね、はい。あとやっぱり親は見るじゃないですけど、うん、海君についてるんで、すごくいい人に なっていってるんじゃないですかね。あ、そうですね、そういうことね。こうはきついね、それは。こうはきついですこうはきついですじゃあとりあえずブレイキングダウンでもっと頑張って見てるってことだよね。今のところ負けなしか。いや、宮島さん。あ、そうか、宮島君に負けたんや。はい。で、とりあえず2月出て、アマチュアにも出ていこうかなと思って。アマシュ、さっき話してた。アマシュね。だからタトゥーも頑張って消してるでしょ。はい、今2回目行って、今月20日にもう1回行って、3月あたりから赤坂の方に移るかなって思ってます。あー、体は入ってなかったっけ。あ、入ってないです。見えるとこだけやってる。見えるとこだけ入れてました。顔面に来て同じ発想のタイプや。はい。うんうんうん。顔がね、そうですね。首痛いでしょ。
首めちゃくちゃ痛い。後藤さん言ってたもんな、マジで痛い、うん、痛すぎて2回目は全身麻酔したなんか泣いてたもんね、何かの動画で TikTok かな。タクマもそれこそ背中一面やってるから、おーもうやば。タクマの場合でも俺がなんか例えば捕まってどんだけ尋問されても何も言わない自信があるとか言ってましたよ80回言わないでしょ熱々のフライパンをつけられた状態みたいな。背中一面で確か毎回8分の1ぐらいにしちゃうってもんね、うん、結構広いよね。うーん、それはかなりやばいです。俺もう5分とかでももう痛すぎて、うん、5分も持たないかもしれないです。俺もやったことあるけどね、パチパチね。ああ、そっか。輪ゴムでなんか弾かれてる感じよね。それのなんか芯までなんかなんかちょっと骨にくるみたいなタカモはあの月に2回行ってあと3年かかるらしいからね。消すまで多分死ぬんじゃないのこれ。だって調べますよね。なんかね、8分の1以上やっちゃうと脱水になるとかなんとか、やけどに。そうなんですか。そんなようなこと言ってたね。まあ本当ね、入れ墨はね、考えていきましょうってことですね、うん、そうですね、もうなんかあの綺麗に描いてくれる人がいたら嬉しいです。なんか1週間限定の入れ墨でおしゃれでみたいな、うん、でも肌色でもう一回入れ墨だもんじゃないですか。あ、もうそっちの方が早いかもしれない。早いめちゃくちゃ早いね、はい、それは逆にやってないんだね。肌色だったらでも分かんのか。分かると。肌色で塗っちゃえば目立たないよね。目立っちゃはしないけどね、うん、なんかカバーアップは、あ、でもどうなんですか。肌色だったら分からないかもしれないです。ここら下に負けそうだよね。どうなんだ、仕組みわかんないけど。今じゃあブレイキングダウンの中でやりたい人いるの？ああ、まだ決まってなくて。それこそだってあさってオーディションだもんね。そうですね、うん、強い人ですか、まだ。うん、はい、だいぶ知名度はね、上がるけど、知名度が先行しちゃう人って大変よな。そうです。実力が追いつかないと、はい、周りの求めるものはどんどん大きくなっていくから、はい、樋口くんに勝ったんだからっていうことは多分言われちゃうからね。そうです。でも何、70キロだっけ当日？当日70、この前は2。72か。はい。ってなると萩原さんとか面白いかもね。ああ。どう？萩原さん。あのアウトサイダー。アウトサイダーの。結構この中が話したりしてて。仲がいいと思う。仲がいいっていうか結構。萩原さん次オーディションまた来るって言ってたから。はい。普通に面白そうだな、その戦いも。アウトサイダーのリベンジ。あ、めちゃめちゃでも強いですからね、萩原さんはね。いや、めっちゃ強いです、強いです、うん、強いです。ジョリー君も勝ったけど眼下底骨折したんじゃない？ああ、みたいだね。危ないですね。面白そうだな、その戦いは。で、今どのぐらい練習してんの？普段今は朝シャドウ5ラウンド自分でして。すごいやるよ。ボクシング今週1で行ってるんですけど、1時間1万円でちょっと忘れてしまったっていうのもあるんで、午前その基礎とかダッキングとか20回ずつ全部やって、でシャドウ5ラウンドやって、キックだけ足だけボブに蹴って、で午後から10時、さっき10時って、ある時は2時半からみんなでここで練習して、でたまに階段出しとか、階段に言われてるバービー50回となんかバーベルアビリアンスと腹筋と。俺の10倍練習してますよなんかやっぱ倍みんなと練習してるとって言われて、うん、確かに、はい、いいね、これは強くなるね。カイさんの事務所いるんで、やっぱり頑張って練習すると思ってます。いいですね、うん、キラキラしてますね、本当に。ありがとうございます。でもあのやっぱここまで人生を変えてもらったね、ミクルさんとカイさんも会ってもらってもらったんで、僕あの YouTube ブレイキングダウン出るのに、ミクルさんの YouTube を見てブレイキングダウンをしようと思ったきっかけでもあったんで、ありがとうございますっていうのを伝えたくて。いや、ブレイキングダウンすごいよな、いろんな人の人生変えてますよね。はい、そうね。ブレイキングダウンの会社だけで何百人いるだろうしね。ああ、そう。ブレイキングダウンというもうコンテンツっていうか団体というか会社が、うん、すごい多くの人の人生を動かしてますよね。うん、で今回は明後日あのオーディションをやるんだけど、正月に、ね、放送する2月の大会、2600件来てますからね、全部動画応募。動画応募のみよ。動画応募ってさ、わざわざ自分で撮って YouTube に上げてそれを送るっていうめちゃめちゃ手間のかかる作業なんですよ、うん、それが2600件来てて増えてるもんね。そう、毎回ずっと増え続けてて、うん、その中の2600分の100人しかオーディション来れないじゃん、うん、でその中の半分ぐらいしか試合決まんないから50人ぐらい、すごい倍率。だから5000分の1ぐらいしかね、うん、選ばれないっていう。
そこを勝ち取ったっていうか行動が早かったんだやっぱね。良かったんだろうね。ありがとうございます。ブレイキングダウンに関してもさ、同じオーディションの繰り返しをしててもなんかマンネリしちゃうと思うんで、視聴者的にも。俺も常に考えてるんだけど、まあ、この間秋山さんが言ってたように日韓対抗戦とか、韓国にスター選手をなんか十何人とか二十人ぐらいひな壇にいるような人を連れてあっちでオーディションして、でそこで試合決まったら今度日本で試合するとか、日韓対抗戦でもめっちゃ盛り上がると思うんですよね。あと昨日もう一個思いついたんだけど、最近なんかその中学生とかさ高校生とかのなんかこう喧嘩みたいなの多いじゃん、その事件で。でそういうなんか血の気の多いやつが多いから結構そういうのをやるんじゃなくて、ちゃんとリングのブレイキングダウンでやれよっていうことで、高校最強決定戦って面白いね。ブレイキングダウン面白そうだ、ね、どこの高校のやつがナンバーワンだけど、高校限定にすることによって若い子でさ、例えば16歳とかでも自信あっても体できてないから、あの30歳のなんか バリバリのやつやりたくないとかあるじゃん。高校決定戦とかやったらバンバン面白いんじゃないかな。絶対面白いかもしれない。僕岡山とかでも岡山県内の中学校一番喧嘩一番強いやつ対抗戦みたいなのがあって、中学校で、その中で岡山一番を決めるなんか個人的なやつなんですけど、ヤンキーがめっちゃ集まってるみたいな、それで5、6校と戦ったりとかそういうのがあって、めちゃめちゃ岡山の中で中学生ブレンだったらもう俺が岡一になるみたいな、っていうのがありました。マジ盛り上がると思うよ。リアルクローズみたいな世界絶対盛り上がると思います。それぜひやりたいなっていう。一回ね、18歳以下みたいな感じで。そうね。絶対楽しいです。で、あと多分めちゃめちゃモテると思うんだよね。その高校のチャンピオンやったやつ。確かに。それ面白いなと思ってるんで、じゃあ、それもね、今後やろうかな。だからちょっと、視聴者が飽きないような、なんかね、仕掛けをどんどんやっていきたいなと思います。あとはブレイキングダウンの選手からね、ライジンとか出てくると、本当にさらに、もともとのコンセプトにもなるしね、1分最強の男がライジン殴り込みとかね、それはやばいね、やばいですよね、まあ、なんだかんだね、格闘技盛り上がってますからね、にわかファン層を取り入れないとさ、結構その、格闘家でこう、言ってる人多いけど、嫉妬みたいな、大事だと思うけどね、こういうのもね、確かに。ということで、じゃあやりますか。はい、お願いします。何のスパリングしたい？あ、もうミクルさんに総合でもいいし、キックでもいいし、はい、ボクシングでもいいし、はい、何が一番やった方がいいとか、やっぱ総合ですか？まあどっちでもいいけどね、そのライジンを本当に目指しちゃったら総合だし、はい、まあ、ブレイキングダウンでとりあえずやっていくんだったら大体いけるんじゃない？はい、あ、総合でボクシングか。じゃあライジンをね、はい、目指してるんですね。これあれなんだね、立てるやつなくなったんだね。てか久しぶりだよ、本当に久々。こっちのジムはね、もうだいぶね、手慣れてる感じが。いや、全然負けない、ま、ね、全然負けないです。やっとこのバンテージが負けるかなってぐらいになりました。あ、今が来てちょうど3ヶ月ぐらいかな、はい、あでね、まあ、カイのチャンネルも見させてもらってるけど、あんなに強くなってすごいっすよ。日々鍛錬を持って、でまたアブニルって言ってね。はい。あれ、Mメールは出てないのか、そういえば。そういう、あ、Mメールはこのズボン、上は出てないみたいな。上もあります、スポーツ。あ、両方合わせてきてくれたんだ。ありがとうございます。どうですか、ちょっと朝倉みくるとね。いや、もう口乾いてカサカサで少し緊張が。でも緊張しかしないです。そうっすよね、はい、すごいです。ビガスは、あ、どっちでもいいよ、強みでいて。いや、あ、出ました、この誰のか知らないけど、借りてます、このグローブで。ブレイキングダウンとほぼ一緒だよね、ほぼてか完全に一緒だね。完全に一緒か。マジで、すごい人と、会社もそうなんですけど、すごい、すごい人です。噛み締めているできることを嬉しいって、はい、何分で練習だよ。3分だったり5分だったり、あ、3分です、3分やりました。よーし、よーい、よーし、
り2分。膝を押す、膝。膝を押し出す。強いな。ありがとうございます。ありがとうございます。諦めない気持ちがすごい伝わりました。ありがとうございます。根性がやっぱすごいですね。ありがとうございます。絶対ね、諦めないみたいな。ずっと動いてたもん。はい。ありがとうございます。ちょっと俺はもう詳しくなんかわかんないけど、最近なんか膝を押せみたいに言ってたよ。あれは膝をやっぱ抜かないとダメ。なるほどね。気持ちでも強いね。強いですね。本当に。大事がそこが。はい。かなりね、パンチあるから、ちょっといつもより強めぐらいにやりましたけど。うん、ちょっとね、パンチしっかりし。この後、頑張らないとちゃんとですね、はい、技術を教えてるんで、はい、そちらも見に来てもらえたら、よろしくお願いします。じゃあ、そんな感じで。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。